皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は山陽食品ホープ軒本舗監修東京背脂豚骨醤油ラーメンです。東京の人気ラーメン店ホープ軒本舗の味わいを縦型ビッグカップで再現。ガーリックの風味と醤油の旨味を増し、さらにお店の味へ。東京の人気ラーメン店ホープ軒本舗の味わいを縦型ビッグカップで再現しました。表面に張りがあり、芯の歯切れが良く食べやすい麺です。ポークのまろやかな旨味に醤油と背脂の味わいを合わせた豚骨醤油ラーメンスープです。ガーリックの風味と醤油の旨味を増し、さらにお店の味へ近づけました。具材は肉そぼろ、背脂加工品、ネギの組み合わせです。食べてみた感想。スープはガーリックの香りが食欲をそそる豚骨醤油味。濃厚ながらもこってりしすぎない飲みやすいタイプです。麺は細めながらも噛み応え十分のすすりやすく味わいのある麺。具材の肉そぼろとネギの組み合わせで食感のアクセントと美味しさを盛り上げています。全体的には素朴な味わいの中にもピリッとしたインパクトを含む昔ながらの豚骨醤油味にまとまっていますが、古臭さは感じず、むしろ豚骨味としては斬新な味わいを感じました。シンプルさとまろやかさが兼ね備わったホッとする美味しい一杯です。ホープ軒常連の方も一度はカップ麺で召し上がられてはいかがでしょうか。東京の人気ラーメン店ホープ軒本舗の味わいを縦型ビッグカップで再現。ガーリックの風味と醤油の旨味を増し、さらにお店の味へ。本日は山陽食品ホープ軒本舗監修東京背脂豚骨醤油ラーメンを紹介しました。田中恵美里でした。